ようございます。一世フィールドスタッフの石川遥人です。今日も休日の御三川にやってきました。気温も一桁に入りました。いい釣りができることを期待して一日頑張ってみたいなと思います。よろしくお願いします。まずは朝一 GC クランク 42MR、 これからやってみたいなと思います。タックルはハートランド、スタンダードモデルの 722MRB にスティーズ CT、 ラインはダイワのフィネスブレイブ9ポンド。今日は意外と水が少ないので結構ボトムを叩いてるんですが、寒くなってくるとこうボトムを叩いて平打った時のアクションでリアクションバイトしてくれることが多いので、あえて MR 選んでます。これでちょっとボトム刺さりすぎてるなとか反応ないなってなったらシーラシャロークランクに変えます。スローリトリーブが基本ですね。この GC クランク早く巻いてももちろんパーってハイピッチに動くんですけど、超デッドスローリトリーブでもパタ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 ってレスポンスよく動いてくれるんで、一回ガーッとファーストリトリーブで巻いてってボトムに当たり出したらラインをたるませて、たるませ引き、クランクですけどちょっとシャットっぽく使えるかなって感じですね。でもシャットより回避能力が高いので、これ誤算は障害物多いからあえてクランクでやっていった方がいい場合もあるかもと思ってクランクです今日は。ベイトはいるんでバスもいるでしょう。ちょっと下ってみましょう。できるだけ岸際で食わしたいですよね。っていうのも寒くてもやっぱりバスが餌を食うときは岸際なので、沖にぼーっとしてるバスよりは騙しやすそうな気がしてるんでね。今 722MR 使ってますけど、本当は722の ML ソリッドティップモデルの方がキャストしやすいしバレにくいし向いてるんだけど、結構御三家は障害物があって穂先が硬いことで根がかり回避できるんで、これ柔らかい竿を使うとグサッと刺さっちゃうからあえて硬い方を選んで使ってます。 GC ミノ75ちっちゃい方、これでいきます。さっきまでボトムを叩いてたんですけど中層ジャックで釣っていきます。巻いてももちろんいいんで両方混ぜながらどっちがいいかわからないけどやっていきます。もう完全にボトムノックなしですね。これはほとんどちょうどこのミノーぐらいのサイズのベイトが飛んでるから釣れそうな気がするけどな。移動します。さあ朝一は上流に行って、クランクやってたんですけども、思ったより反応が薄かったのでちょっと真逆下流に来てみました。ちょっと頑張ってみます。サルアは同じく GC クランク MR42 です。タックルはリコリス 78M にアルファス CT、レインはモンスターブレイブ Z の12ポンド。さっきは思ったより障害物少ないところでやってたのと、まあ、距離が少なかったんで距離感がなかったんであまり細ライン使ってたんですけど、ここは
杭とかあるし、でかいの来そうなので、12ポンド太めです。キャラメルシャット 3.5 インチのヘビ爪です。進化は 14g。 モラバやっていきます。ビビビショット 2.6 グラムにビビビバグ 3.2 インチです。午前中巻いて釣りたいなと思ってやってたんですけど、ちょっとあまりにも反応がないので、まあ、巻きじゃないのかな、巻きじゃないというかタイミングが合ってないだけだと思うので、バスはいると思うんでそれを丁寧にやってくってくれることを祈ります。タックルはハートランドドット3、リールはスティーズ CT、 ラインはフィネスブレイブの9ボンド。加えとったか、ブルーギルがかじったかもしれないです。プロッ、渡す。スーパースティック4インチヘビーソルトモデルの 2.6 グラムのテキサスです。よっしゃ、一発や。よっしゃ、スーパースティック様様やな。これはバラしたらあかんやつやで。よっしゃよっしゃ、この杭がねこの辺入ってるんで、これをかわしながら、おー急いで急いで、よしいけるか、よいしょ、 OK、 よっしゃ捕獲。スーパースティック4インチヘビーソルトのライトテキサスでした。余計来た。ちょっとねなかなか当たりが遠くて苦戦したので、まあスモロバやってたんですけど、岸際だけでやろうと思ってたんですけど、思ったより岸が浅くて、なんでちょっと大きいっていうのを狙いたかったんで、スモラバだとだいぶゆっくりしないといけなかったんですけど、テキサスだったらラバーがない分ストンと落ちて、でボトムの感触ズルビクだけでいいんでシェイクしなくてよくて、でかつワームはこうオートマチックに釣れるスーパースティックでヘビーソルトモデル、これでやってみました。今狙ってた場所は岸際は浅いんですよ。浅いんですけど、若干沖に行くとこう本当に少しですけどブレイクっぽくなってたので、それをさっきスモラバでやってて感じたは感じたんですけど、軽いスモラバ使ってたんでそこまで感じ取れなかったんですよ。でもただそこ水深変わってるなっていう印象だったんで、そこをテキサスでやっていくと、まあ、感触つかみやすいし釣れそうな場所を把握できるかなと思ってテキサスでやってみたらすぐ釣れたという。テキサスはもうズルビクだけ、基本ガーってズルビいて、まあ、スローにスローにズルビいて、何か引っかかったところで止める、で優しくシェイクしてほぐす、外す、でまた止めるっていう、まあ、基本ズルビキだけなんで、このチク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 シェイクする手間が省けるので。
さっきまでベイトフィネスでやってたんですけど、より精度を上げるべく、でもうちょっとちっちゃいものを使いたかったんでスピニングに変えました。まあ、リグはさっきと同じなんですけど、アームを変えてビビビバグ 3.2 インチの 2.6 グラムのデキタスです。まあ、攻め方とかアクションは同じです。タックルは新山777にルビアスの2500番エクストラハイギアで、ラインは P の08にフロロの8ポンドがリーダーです。まあ、本当はもっと柔らかい竿でもう一個細いラインでやるのがベストなんですけど、まあ、誤算が障害物多いんで取り込めること優先でタックル組んでます。ザリメートル 6g、まあ、ちょっと冬を意識したバスがいるかなと思って、よし、バス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 やろ、オッケー。これね、ザリメタルというかメタルバイブはね、針が細いから口の穴広がりやすいんですよ。それでバレるから慎重にいかないとやらかすんですよね。あー、これこれバレそうバレそう、おーし、危な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 、オッケーオッケー、釣れた、狙い通り、よっしゃ、ザリメタル 6g、 巻きからリフト&ホールに変えた瞬間でしたね。今日はリフト&ホールがいいかも。まあ、巻きで食うかなと思ってずっと巻いてたんですけどちょっとだけなんか引っかかり感があったんで、そこだけリフト&ホールに変えようと思ってやってみたら一発でした。まあ、ザリメタルなんですけど、穴が L 字に3つ開いてるんですよ。で、大体こう3つ並んで開いてるメタルバイブが多いと思うんですけど、これ L 字に並んでて、僕が一番使うのはこの真ん中ドセンターの穴です。これですね。で、ここが一番トータルバランスに優れててで、巻いた時とかリフトホールした時に結構タイトに動くんですよ。で、こっちの上が割とワイドに動きます。で、ここはどんな時に使うかというと、すごく浮き上がりやすくなるんですよ、この後ろの穴を使うと。で、浅いとこをゆっくり巻く、それから夏とかバジングで使えるんですよ。で、メタルバイブの特徴ってよく飛ぶんで、遠くでボイルしてる時とかにぶっ飛ばしてバジングして釣るっていう、そういう釣り方もできます。で、大体使うのはこの穴、今釣れたのもこの穴です。もうほぼほぼ 9.9 割この穴ですね。すごくないですか、ほら、これバランスがいいからこれができて、これできるメタルバイブほとんどないんじゃないかな。バズベイトみたいにこう使えるんですよ。メタルバイブって冬のイメージがあるんですけど、夏遠くでボイルしたとかの時にバーン投げて、これでバズっぽくトップを引いてきたらバーン出るんですよ。これやばいでしょ。リフト&ホールのアクションはあんまりボトムから上げない、ブルッとんブルッとんくらいのスパンでやっていくと冬でも釣れる。あんまりボトムから離してもそこまで意味ないんで、このペースでやってても一回も
トラブらないのがザリメタルのすごく僕のお気に入りポイントですね。このペースでやってると大体ラインを拾って動かなくなるんですけど、ここまでトラブらないメタルバイもなかなかないと思います。午前の部終了。さあ移動してきて中流域に来ました、まあ、人がちょっとすごい多いんですけど、いないところに来てみました、まあ、夏とかハイシーズンはここよく釣れたんで、まあ、今日は分かんないですけどちょっとやってみたいなと思います。ザリバイブジュニア、基本はボトムを釣る引き、ザリメタル 6g、おっしゃおっしゃ、オッケー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 、おったおった、バレんといてや、頼むで、よいしょ、オッケー、釣れた、はるか沖にいました。ザリメタル 6g リフト&ホールでした。オッケー、3匹目、もっと巻きでバーって釣れるかなと思ったんですけど、リフト&フォールで釣れました。6g にして1投目かな。結構沖で食ったんで、ちょっとずつやっぱ冬になっていってるんじゃないかなと思います。今釣れた穴もここ、ドセンター、ベルジの真ん中のところですね。朝と同じ。いやー、よかったよかった。やっといてよかった。ここザリメタルなんですけど、ダブルフックなんで意外と根がかからないんですよ。でただやっぱり木レイダウンとかもうえぐい草とかそういうのはやっぱりフックが絡まった時点で刺さっちゃうんでダメなんですけど、リップラップとかってメタルバイブ意外と強くて、で誤差の上流とか、まあ、こういったところ結構ゴツゴツってしてるところもほとんど引っかかることなく巻いてこれるんですけど、ただその時のアクションの使い分けというか、まあ大きく分けてリフト&ホールか、ただ巻きかに分かれるんですけど、その時にボトムがゴツゴツゴツってしてるところでリフト&ホールするとブルルルストンって落ちた時に石と石の間にグサッってはまる時あるんですよ。そういう時はただ巻き、そこでリフト&ホールはもうほとんどしないようにしてます。で今みたいにこうフラットな感じであんまり引っかかるようなところもなければ石がゴツゴツってしてるわけでもないんで、そういうところは全然リフト&ホールでいいし、ただ巻きでもいいし、まあ両方やってみるっていうのがいいんですけど、こうリップラップがあるような場所は基本的にはもうただ巻きしかやらない。すると根がかからずに、おら来たあーかわいいの、なんやこれ、シーバスルだシーバスれた、シーバスブラックバスじゃなくてシーバスれた、しかも生後釣れた、うぜやん、痛い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 、あーごめん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 、帰っちゃったシーバスれた、解説してたシーバスれた、こんなとこにシーバスって、お疲れ様でした。まあ朝はちょっとこう秋っぽく巻いたりして釣れたらいいなと思ってたんですけども、思ったより水中が冬っぽくなってて、まあ、ライトテキサスとそれからメタルバイブと冬っぽい釣りにはなったんですけど、まあ、なんとかバスはされました。ただマグナムには届かなかったんで、ちょっとこれから水温も気温も安定して、でっかいのが捕食スイッチ入ると思うので、僕もまた通ってロケやりたいなと思います。ありがとうございました。